はい、はい、というわけでお疲れ様でした。帰ってきましたね、帰ってきましたね。で、釣り上げた例のあいつがディディン、でかい、でかい。でもさ、これさ、カメラだと分かりづらいんだよね。ほんと、もゆざまさん、あいさん、おはようございます。ただ、あの、なんだっけ、ちょうどさ、これ上げた時にさ、あの、俺のフィッシンググリップでさ、あの、メジャーがついてるんですよ。はいはいはい、で測ったんだけど、微妙にメモリが分かんなかったんで、そう、あいさんがね、買ったんですよね。あ、これティリリーン、ティリリーン、大阪ハイキー、イエーイ。これ引っかかるの？これ普通はなんか、穴開けたりとかしなきゃいけないんだ。でもなんか、うん、釣り具屋で買ったんですけど、うん、釣り具屋さんに言われたのね、うん、あの水分抜けて、うん、ちょっとそうなんだよ、軽くなっちゃうらしいね。軽くなっちゃいますよ、うん、って。よしよし、とはいえ、とはいえ、とはいえ、じゃあ行きますよ。はいはいはい、はい、持ち上げたいと思います。はいはいはい、でうわぁ、まだ上がってないよ。これどういうこと？6キロ、うん、64オズ。オズって何？64オズ。日本の製品じゃない。あ、言ってない、1.815。でも水分抜けて、水分抜けて、多分やっぱ2キロはあったね。2キロジャストぐらいかな、うん、かもしんないね。すぐ測りやがったね。そうなんだね、2キロだったかもしれない、ね。わ、すげえ。でも1815グラムでーす。です。いや、それにしてもこの時期でこれなかなか釣れないよね。うん、いやー、でもそれにしてもでけえ。で、それ以外にも、赤旗ちゃんと、カサゴちゃんですね。はい、なんだかんだドラゴンボーゼも、まあ俺らが釣ったもんじゃないけど、ショコさんが釣ったもんだけど、初ですよ、カサゴちゃん。うん、ちょっきりよねー。今まで俺らソイしか釣ってない、うん。でも本当、あの綺麗な赤だったね。綺麗な赤だったね。赤旗もちょっと色も変わっちゃってて、うん、なんかもういっちゃってるけど、うん、すげえ。さばき方はもう兄前の氷かみたいな感じですか？いや、わかんないです。とりあえず青いか、僕初めてなんで。じゃあとりあえず調べますか。じゃあ、僕の予想ですけども、アオリか多分、真ん中切るよね。真ん中切りますね。切るよね、はい、まだ生きてるぐらいのレベルですよ、ほら動いてるもん、ほら、色。あ、ほんとだ、ちょっと、ほら超新鮮ですよ、これ。うわ、すげえ、生きてる、斑点が動いてる。ほら、すごい、初めて見た。はい、生き締めですね。はい、じゃあでは、早速やってみましょう。今調べてる。やっぱり真ん中から行くのかな。真ん中から。真ん中からさばき方です。まず頭を真ん中から塗る。スイート。スイート。多分魚を取るんですかね。そうだね。船だ。船です。アリちゃん、船です。アホか。あれすごい。もう、もう美味しい。で開きますね。開いてます。開きます。はいはいはい。あ、無理でーす。これ俺ここに刺しとく。え、銀河の象徴みたいな。銀河の象徴。あ、でもすごいこれありますね。これですね。あります。これが。これを切らないように。巨大ですね。あ、もうすごい兄。そしたら、はい、そのまんまもうビリビリっと。これこっち、これ持って、うん、そのままこっちに。これをこういくんだ。これをそのまんま、うん、そのまんま引っ張る、引っ張る。あ、ほんとだ、ほんとだ、すげえ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 、炭気をつけてね。すげえ、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 おおおでかすぎて、でかすぎて、おおおとりあえず、奥奥でけえ。でかい。ほら、そしたら、中の薄い皮とか、そういうのこういうやつ外します。これを外すの、これ。はい、これもいらないと。はい、これも外します。手でどっちやったんですね。おいえ、おいえ、おいえ、いいっすね、いいっすね。手で取ってください。いいっすね、いいっすね。
でも、そう油になるのかな、すごいね。薄皮みたいな感じですね。こんなのでいいの？うん、結構そのでっかいの。そしたらですね、反転させます。反転。反転。反転させます。反転でーす。反転でーす。イカを反転します。はい、そしたら、兄の得意な、むく。むく？でもその気するよね。あー力技っぽいね、うん、イカキング。おお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 柵取りですね。贅沢。規模が本当の規模がない、ホームベースですからね、うん、大きさも、ね、で、実はですね、これでもう普通の、うん、工程を終了。そうなんです。で、いや僕見てるのは、うん、さばき方、まあ、刺身という、うん、ことで言うと、うん、ここを切る、まあ、食べる大きさです、うん、普通の見る、うん、はい、切ります。まあ刺身一回やりますけど、うん、やります。そしたら刺身のちょっと一度にしときましょうか。うん、そうだね。こんなのでいいですか。あ、いいんじゃないですか。そしたらですね、でかっ、うん、こう斜めに隠し包丁を。あ、はい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 、はい、あ、もっと細かく細かく細かく難しいんだよ。はい、いきました。あ、でもいい感じじゃん、うん。そしたらこれをですね、逆に逆じゃん、逆じゃん。それをバーッとこう順序よくこうバーッといきますよね。あの寿司屋、お寿司屋さんもなんかあるんだ。そう、お寿司屋さんみんなこれやる。あと半分頑張ってくださいね。はーい、何なのお前。ね、消しゴムのようですね。美味しそうです。本当なの？消しゴムはうまそうじゃないだろ。一発殴っといてもいいんじゃないですか。これ YouTube を見て説明する人ですよ。ブリッジを刺してみてください。そうするとなんと、はいはいはい、おお、はいはいはい、隠し包丁。そしたらもうあとはあの普通の、刺身のように縦にですね、うんうん、切っていけば。なんか師匠が言ってたよ。何だろう。いや、なんか削いでいかないとこいつ身が厚すぎて美味しくないよ。なるほどですね。うん、だからなるべく細くやった方がいいってことだね。でも無理だね、隠し包丁のせいで。このくらいじゃなきゃ無理だ。これ隠し包丁深く入れすぎたの。表面だけでよかったんじゃないの。奥まで行かなきゃダメなの。隠し包丁、隠し包丁、うん、いや、隠し包丁は表面だけど。あら、さっき奥までって言ってたじゃん。おい、え、じゃあ、リプレイで。下まで行く。細かく、細かく下まで行く。僕がごめんなさいでしたね、多分ね、うん。はい、ということで、お兄さん、はい、ありがとうございました。一品目完成です。刺身は、あと、次は、次は、じゃあ、天ぷらですか。天ぷら、これも同じだろ。